こんにちは。写真家で野球選手の反田丈琉です。今日もですね、海外野球に関する動画撮っていきたいと思うんですけども、今日のテーマは、アメリカ人から見た日本人選手のもったいないところというテーマでお話ししていきたいと思います。ですね、僕は以前、こんな外国人選手は日本でプレーしたいと言っても、日本に来ることはできないよっていう動画を出してお話ししてるんですけども、その中でこうお話ししているような条件をですね、こう見事跳ねのけて、僕のその海外で出会った野球選手のうちの一人が、見事ね、この日本のリーグでプレーするっていう夢を叶えたんですよ。で、実際、その日本の独立リーグですね。で、ワンシーズンっていうシーズンを過ごしてですね。で、それから彼がですね、アメリカに帰ると帰国するという直前にですね、この東京の方で、待ち合わせをしてですね、一緒にご飯を食べたりとか、こう、ビールをね、飲んだりとかしたんですけども、その時にですね、彼の、シーズンどうだったみたいな、日本の野球どうだったみたいな風に聞いた時に、いくつかね、この興味深いフィードバックというか、彼の感想を聞くことができたんですよ。なので今日はですね、そういった彼から聞いたですね、感想の中から、彼の日本人選手に対して思ったところということを皆さんにぜひねお話ししたいっていう風に思います。このチャンネルは海外の9カ国と地域っていう野球リーグでこうね実際に契約をしてプレーしたって僕の経験を通じたりだとか、そこで出会ったこういった野球仲間ですねとお話しする中でこう得た知見みたいなこういったことをお話ししているチャンネルです。やっぱりですね、この例えば自分のことを知るには他人のことを知ることが必要だっていう風に言われるのと全く同じですね。自国のことを、自国の野球リーグ、野球界のことを知るためには、その海外だとか世界のいろんな場所の野球っていうものをこう知ってですね、それと相対的にこの日本の野球を見るってことが、すごく役立ったりとかするわけなんですよ。そういったわけですね、ぜひ皆さんにこう役立つ情報だとか、興味を持ってる情報をこれからもお伝えしたいと思いますので、まだチャンネル登録していないという方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録して、これからも応援していただけると本当に嬉しいなっていうふうに思います。では、今日のコンテンツは以下の通りです。1、日本のトップレベルでない選手のレベルの高さ。2、国外リーグへの興味のなさ。3、英語への苦手意識の強さ。4、これからの日本人選手に期待したいことと、こういった順番でお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。アメリカ人から見た日本人選手のもったいないところ。その一つ目のトピックとしてお話ししたいのは、日本のトップレベルでない選手のレベルの高さということなんですよ。でですね、彼自身は、このアメリカと、あるいはね、中南米諸国の国とのこうミックスっていう選手なんですね。日本語でよく言われる、ハーフとかクォーターみたいな表現に当たるんですけども、そういったわけで、ある程度ね、この中南米の野球であったりとか、でね、アメリカの独立リーグでもプレイした経験があるし、さらにはですね、ヨーロッパのリーグでもプレイした経験があるんですよ。僕はちなみにそのヨーロッパのリーグで、同じチームでチームメイトとしてプレイした時に知り合ったんですけども、で、そういったですね、僕と同じように、彼もね、結構世界のいろんなリーグの選手たちを見てきたんですけども、その中でね、日本の、もちろん NPB だとかメジャーリーグみたいな、こういったね、一部のトップレベルは除いても、日本の彼がプレイした独立リーグの選手たちは、世界のレベルに比べてね、ものすごい高いレベルでプレイしていたっていう風に言っていたんですよ。それはね、特にピッチャーも野手も、そのどちらもそうだったっていう風に言っていたんですね。なので、彼ら、つまり彼がね、その独立リーグで一緒にプレイしたようなチームメイトとなった日本人選手たちが、これからね、世界の野球リーグ、彼が見てきたようなリーグでプレイしようと思えば、もっとね、いくらでもプレイできるんじゃないかっていう風に彼は言っていたんですよ。では、なんで現状そうなっていないのかっていう理由を、彼なりにお話ししてくれたのが、以下の項目なんですね。アメリカ人選手から見た日本人選手のもったいないところ、その二つ目のトピックとしてお話ししたいのは、国外リーグへの興味のなさということなんですよ。で、彼が言っていたのはですね、NPB っていう日本のトップリーグのレベルですよね。これはもうもちろんものすごく高いことはすごくよく分かったと。だけども、そうやってですね、NPB みたいなものすごくハイレベルで、評価や規模もものすごく高いリーグが、その国内に、存在してしまうせいでですね、それが、いいことはもちろんのこと、悪いことも、こうね、影響しているっていうふうに言っているんですよ。その悪いことっていうのがどういうことかっていうと、その国外リーグへの興味を、みんなが持っていないってことだったんですね。で、この点に関しては、僕もすごく以前から感じていたことですね。例えばね、同じ状況が起きてるのってね、メキシコとかがそうなんですよね。このメキシコっていう国の国内トップリーグ、リーガメヒカーナでベースボールですね。これは、以前の動画でもお話ししたようにですね、NPBA に、負けるとも劣らないとまでは言えないかもしれないんですけども、世界的に見ると、もしかしたら、その韓国リーグとセルぐらいの大きな規模とですね、すごく高いレベルっていうのを誇ってるんですよ。そういったわけで、そのメキシコ人選手たちがですね、そのメキシコ国外の NPB だとか、韓国 KBO、あるいは、台湾の CBBL ですね、そういった国のリーグに目を向けるってことがね、なかなか起こらないんですよ。ただね、幸か不幸か、メキシコっていう国はね、アメリカとこの国境を接しているということで、文化的にもね、例えばそのカリフォルニアとかテキサスなんていうのは、もともとメキシコだったっていうこともあって、そのね、文化的なその交換、
カルチュアルエクスチェンジみたいなことがものすごくね、こう盛んに行われてるわけですよ。そういったわけで、やっぱりね、メジャーリーグの情報っていうのはね、ものすごくメキシコに入ってきやすいってこともあって、このメキシコからメジャーへの移籍っていうのはね、すごく多いっていうところがね、この日本との、まあ、最大の違いでもあるわけなんですよ。で、それ以外の世界の国々のリーグに目を向けていってもですね、中南米やオーストラリアやヨーロッパっていうのは、もちろんやっぱりメジャーリーグの方を向いているし、あるいは KBO や CPBL っていうのはどうしてもね、こう日本の NPB っていう方をね、まあ向いていると思うんですよ。そういったわけでね、この自国の NPB っていうリーグがものすごく強く規模も大きくですね、そこから先のメジャーリーグに目を向くっていうのが、こうね、あんまり起きていない状態。これはね、日本にかなり特有な状況じゃないかっていうふうにね、まあ二人の間で意見が一致したんですよ。そしてそういったことっていうのが、このね、かなりハイレベルであるにもかかわらず、日本人選手が日本国外のいろんなリーグにこう目を向けていない、そこからどんどん移籍していっていないっていうのの、まあ一つのね、理由になっているんじゃないかっていう話になったんですね。アメリカ人選手から見た日本人選手のもったいないところ、その3つ目のトピックとしてお話ししたいのはですね、英語っていう言語への苦手意識の高さってことなんですよ。でね、これは考えていくと、これも結構ね、日本に特有な状況っていうのがかなりあってですね、例えばもちろん中南米や南米諸国っていうのはスペイン語圏なわけですよね。で、スペイン語と英語の類似性っていうのはまあまあ高いものがあるし、さらにはね、すでにアメリカ国外でプレーしているメキシコ人話者の選手っていうのはね、もうかなりいるわけなんですよ。まあチームによってはメンバーのうち半分近くがね、アメリカ人選手も含めてある程度のスペイン語っていうのをね、理解できるっていう状況があるんじゃないかって言っても過言ではないぐらいですね。で、さらにオーストラリアはもちろん英語圏だし、ヨーロッパに目を向けてもですね、まあドイツ語やイタリア語や、まあもちろんスペイン語やフランス語、こういった言語の英語との類似性っていうのはね、まあ、やっぱり日本語とはね、比べ物にならないほど高いわけですよ。で、さらには、まあ、韓国や台湾の例を見ていってもですね、韓国っていうのは結構その韓国語っていう言語がすごく話者が少ない分ですね、英語教育への姿勢であるだとか、この外国語を学んで、外国の文化を学んでいくみたいな意識ってね、日本に対してすごく高いと思うんですね。で、これに関しては例えば台湾も一緒で、台湾で話されているのは、この台湾方言の、まあ、中国語であるわけなんですけども、で、日本語も話せたりとかですね、あるいはそこから英語を話せたりみたいな、やっぱりね、この外国語に対する、まあ、アレルギーみたいなものですね。これはね、日本に比べてすごく低いと思うんですよ。そういった中で、日本人のですね、特に、まあ、野球選手の中には、英語に対する苦手意識が、まあ、ものすごく強いと。そして、この苦手意識の強さが、国外のリーグに出ていくことを、まあ、阻むですね、もう一つの要因になっているんじゃないかっていうのが、まあ、これもですね、僕とその友達の間で一致した意見だったんですよ。アメリカ人選手から見た日本人選手のもったいないところ、その4つ目のトピックとしてお話したいのは、これからの日本人選手に期待したいことというテーマなんですよ。で、先ほどからお話ししているようにですね、まあ僕とその友人の選手の、まあ、共通の意見としてですね、日本人のトップレベル以外のこの選手層、独立リーグだとか、例えば大学高校とかもそうだと思うんですけども、これはね、世界の中でもものすごく高いレベルにあると。だけれども、今現状としてですね、まあオーストラリアはまだ多い方なんですけども、これがね、中南米やヨーロッパの野球みたいなところ、まあもちろんアメリカなんかもそうなんですけども、に行くとですね、日本人の選手の規模というかその人数ですね、割合ですね、こういったものはね、まだまだ全然高いとは言えないような状況なんですよ。で、なんでこういう状況が起きてるかっていうと、さっきから話してるように、まあ国内のリーグがものすごく整備されてですね、みんなが憧れて夢を持つのは、この国内リーグでプレーすることってなってること、さらにはその英語への苦手意識の強さ、一種のこうアレルギーみたいなものですね。こういったものによって、今現在ですね、日本人選手のこの国外でプレーする人数の少なさみたいなものがね、起きてるわけなんですけども、彼曰くですね、その、まあ、そういった、今ハードルになっている、いくつかの問題さえクリアできればですね、日本人の野球のレベルっていうのは、こう、もっともっと世界で認められることができるっていうふうに言っているんですよ。これはもちろんですね、イチロー選手だとか、ダルビッシュ有選手みたいに、今メジャーで活躍してる選手っていうのは、いるんですけども、とはいえ、やっぱりですね、ベネズエラ人選手であるとか、ドミニカ人選手みたいに、彼らはね、国内のリーグっていうのがもう全然整備されてないわけで、もう野球をトップレベルで、しっかりお金をもらいながらプレーするには、もうメジャーに行くしかないみたいな状況があるわけですよ。まあもちろんそれがいいっていうふうに言ってるわけではなくて、そういった状況によってですね、世界に飛び出していって、世界の中で、やっぱりドミニカの野球はレベルが高い、ベネズエラの野球はレベルが高いみたいに認められてる国々っていうのはね、たくさんあるわけですね。で、僕らは、まあね、日本の野球がレベル高いっていうふうに信じているし、まあ言ってしまえば知っているけれども、まだまだね、世界全体からそういうふうに見られてるかっていうと、僕らが持っているイメージとはやっぱりね、こうギャップがね、存在してるわけですよ。そういった状況に対して、その僕の友達がですね、
言っていることっていうのは、まあ日本人選手がね、もっともっとその本当にトップレベルの一握りの選手だけじゃなくて、その裾野に位置するような選手たちですね、こういった選手も合わせてですね、もっともっと世界に出ていくことで、日本の野球がもっと世界で認められるような土壌が作っていけると。さらにはそういったところで学んだ野球、学んだっていうのは何も日本の野球がそのレベルが低いって言ってるわけではもちろんなくて、別の野球を見ていく中でもっとどんどんこう視野も広がるし、こう見識みたいなものが広がっていくわけですよ。そしてそうやって得た知識っていうのをこう日本国内に帰った時にもうよりねフィードバックしていくことができると。これはねもちろん技術論だけではなくて、その野球というものをこうビジネスとして捉える形であるとか、こうシステムにどうやって還元していくかみたいな、こういったものを含めてってことですよね。で、彼はそういったことが日本人はもう絶対にできるし、それをねやるべきだっていうふうに言っていたんですよ。そうしないとね、本当に彼がチームメイトとしてプレーした選手たちもまだまだ世界に行けばやれるのに、日本国内っていうねたった一つの価値観、世界観に合わなかったというだけで、こうね現役を諦めて引退してしまうみたいな姿を見てね、本当に残念がっていたんですよ。そしてその点に関してはね、僕も本当に心から同意するところなんですね。そういったわけですね、このアメリカ人選手から見た日本人選手のもったいないところ、これは世界の野球を見ようとはせずですね、この日本国内のたった一つの価値観の中だけに照準を絞ってしまってですね、その、まあ、小さな世界の中だけでこう野球を終えてしまうと。それだけではなくて、選手としてもコーチとしても、あるいはねこうビジネスマンとしても、まあ、いろんな世界を見るということは、その日本に還元していくことを、その選手自身の経験のためにもこれからぜひやっていってほしいということだっていうふうにお話ししてくれたんですね。これはもちろんですね、全ての選手がまあ海外に出ていけって言ってるわけでは全然ないんですけども、まあ、僕自身の経験を振り返ってもですね、この日本国内だけでやっていた時と、それから海外に出ていってプレーした後では、やっぱりね、僕自身のこう成長の度合いみたいなものがですね、まあ、全然違ったなって思うわけなんですよ。そういったわけで、まあ、もし今日のお話が参考になったら、これから先日本人選手や日本の野球ってものがこうどんどん発展していくことにつながったらいいなと思って、今日の動画終わりにしようかなっていうふうに思います。では今日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。最後にいいねボタン押してってもらえると本当に嬉しいなっていうふうに思います。写真家で野球選手の反田健でした。